おはようございます、炎蔵です。3月6日、朝会、よろしくお願いします。まずは自己紹介から、えー、私、炎蔵と申します。25年ぐらいですかね、えー、外資系金融機関で、えー、為替ディーラーやってました。その後、えー、このように YouTube 等で、えー、情報を配信しています。この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。昨日は ISM のライブ、やらさせていただいたんですが、ご覧になっていただいた方、ありがとうございます。結構動きましたね。 その後も後なんですけどはい。ということで、えー、今日は金利低下でも株安ということで、まあ、ちょっと雰囲気がち違ってきましたね。今まで弱い数字が出て金利低下すると利下げが近づくみたいな感じで株高になってたんですけどどうもそういう何て言うのかなあの安易な発想がちょっと昨日はだめで本格的にちょっとリスクオフっぽい動きに。 久々になったかなとというところですよねただアメリカの長期金利これ12年債なんですけどもうアジア時間からこう下がってましたよね、あのー、ずっとで指標を受けてさらに低下したわけなんですがでまあ10年債り回りもアジア時間からこう低下してって、えー、ロンドン時間からもう指標が出るニューヨークに入るところでは こう落ちてってというところで、落ちた後、若干戻して終了という動きになりましたね。うん、まあこれ指標のせいじゃないですね。明らかにちょっともしかしたら株からえっ、ー、と債券にお金がシフトしてるのかなという感じもしますよね。ナスダックのこれ。えー 先物なんですが、ナスダック100の先物なんですけど、こちらも割とこう、などちらかというと、時間から下落してたっていう感じなんで、まあ、ニューヨーク入ってもちろん、ドスンと落ちたんですが、その前にじわーっとこう落,ち落ちてましたよね、若干ですけどね、うん。ですから、やっぱね、ちょっと株の調整が入ってるのかなという感じもしないでもないかなという。 感じなんで、すよねで、えーまあ昨日は、えー、PMI とか ISM が結構出ましたね、景況感が出たということで、2月の中国の在新サービス業 PMI が52.7から52.5、ユーロ圏のサービス業 PMI が48.4から50.2、これ、ユーロ圏はサービス業、あのー、上昇したんですよね、総合もですから47.9から49.2に上昇。 英国サービス業 PMI54.3 から53.8これちょっと予想下回って前月も下回りましたけど総合は52.9から53ということで英国悪くないですよねこの数字はまあ低下したんですけど53.8ですし総合指数も50を超えてるということでまあここら辺がちょっと最近のポンドがこう強いのかなというところですかね。 2月の米国のサービス業 PMI52.5 から52.3にざ若干低下、予想51.3。結果として、総合 PMI は52から52.5に上昇、予想は51.4でしたというところで、総合 PMI も悪くなかったですよね。ただ、アメリカの場合はご存知のように、この PMI よりは ISM っていうところが出す景気指数の方が重視されてるんで、こちら53.4から52.6に低下。 予想53、あと2月の製造業新規受注も前月比マイナス0.3からマイナス3.6予想マイナス3.1ということで結構大きく落ち込んだんですけどこれ電子部品とかそういうものは実際伸びてんですよねで飛行機の受注が、えー、とすごく落ちたということで、まあ、この民間航空機の部分だけですよね民間航空機ブレーカーがでかいんで あのやっぱりすごくあの落ち込むというか、えー、っとこれ、1月分なんですけど、ボーイングのウェブサイトによる民間航空機の受注はわずか3機でしたと、12月は371機だった、それは落ち込むよなっていう感じで、飛行機ってこう集中的にこう受注したりするんで、やっぱりちょっと波がこう大きいのかもしれないですよね。 はい、で、えー、ISM なんですけど、昨日ちょっとご説明した部分もあるんですけど、サービス, PM サービス業 PMI が53.4から52.6、ビンチリネスアクティビティは55.8から57.2によくなってて、このニューオーダー、新規受注が56.1という、非常にその前も55なんですけど、非常に高い数,字数値なんですよね、これね。 でエンプロイメントは50.5から48、まあ、若干これやっぱり雇用が良くないなと。サプレーヤーデリバリーは、えー、と部品は早く届くようになりましたみたいな感じで、そうすると昨日説明したんですけど、あまり世の中忙しくないのかなということで、それでこういう落ちると部品の供給が早いですみたいな、そういう評価の仕方をするんですよね。で今でこそ 忙しくないから部品供給が早いっていうのは景気がそんなに良くないのかななんですけどコロナ直後は、ね、むしろ部品の供給があの早く進んでよく,よくなったっていう判断をしてたんですけど、まあ、だんだんそれも変わってきたかなということですよね。プライスが64から58.6、まあ、ちょっと前月が高すぎたんですよね高くなりすぎたんでそういう意味では今インフレを懸念するという意味ではこのプライスが落ちたのは 悪くないかなって気もするんですけどね、企業的には悪いわけですけどね、うん、でそんな感じになりました。あと、まあ、製造業新規受注もマイナス3.6ということで大きくちょ、かなり大きく落ち込みましたよね、直近ではね、うん、そんな動きになりました。で昨日の 米国株式なんですけど、先ほど申し上げたように、どれもこれも大きく落ちたということで、ダウが404ドル安、ナスダックが267ポイント安、まあ、1.65%下落ですね、SP500 も1.02%下落ということで、やっぱり特にナスダックの落ちが超目立ちましたということで、こんな感じになってますよね。 マイクロソフト2.96%アップル2.84%もう総崩れですよねちょっとねインスタグラムとフェイスブックのがちょっとなんかつんシステム障害とか言って、まあ、それであのー、メタとかが落ちたとも思えないんですけど。 ただ、そんな中で唯一、nvidia は0.85%と高かったということで、これ、すごいですよね、逆効高みたいな感じで、これだけ落ちてる中で逆光高なんで、強かったですよね。あと、まあ金融もまあまあ、よかった、まあ、あの、上がったものもあったと。あと、テスラも悪かったと。そんな動きになりました。で、 スーパーーパチューズですねまだ結果決まってないんですけど、まあ、トランプさんがここで勝つだろうということで、えー、今回865代議員が決まるんでただ今までトランプさんが獲得したものプラス865でもまだ1215に足りないんでヘイリーさんどうするんですかねこれまだ戦うのかどうかというところで、まあ、この結果が。 えとまあ、徐々に出てくるのかなというところですね。なんか珍しく真剣な顔してますね、トランプさんも。で、えー、今朝の5本ということで、スーパーチューズデーの話ということで、うん、これ、民主党のお話なんですけど、イスラム系有権者が多いミネソータ州、スーパーチューズデーど、どうなったか、民主党。 まあ実は共和党だけじゃなくて民主党もやってるんですが、先月に行われたミシガン州の民主党予備選では、全体の13%余りが有権者が支持候補なしということで、これ、民主党ではの牙城なんですけど、支持候補なしってことは、バイデンさんに対して支持してないって言ってるわけですよね、やっぱりイスラエルの問題があると、ガザ地区の問題があるというところですよね。 これがミシガン州がそうだったんで今回のミネソタ州はどうなるかっていう、まあ、そういう記事でしたでアップルが EV 開発から撤退あの AI プロジェクトに資源を振り向けるというところなんですがアップル株は低迷してますということで投資家がしびれを切らしているとあとビットコインですよね6万9千ドルを超えて日本円で言えば1000万円ですからね うん、そんな感じですかね、うん。あとはちょっとこれといったニュースはなかった感じですね。まあこれ、スーパーチューズデーのお話が出てますね。で、やっぱり金利が低下してますよということで、いつも言ってるように10年再利回り、これ完全にやっぱり4.2%下抜けしたかなっていう、まだ昨日の時点では、あのー、 微妙だったわけなんですが、一昨日か昨日の朝の時点では微妙だったんですが、ちょっとやっぱり抜けた感じしますよね。ただ2年債はまだその2月13日の CPI が出たところの上にいるんで、昨日は下げましたけどまだ上にいる。ただ10年債は完全にあの CPI で上げた分をこうさらに下回ってきてるというところで、やっぱり金利が上値が 重いとなると、さすがにドルも重たいかなということで、ドルインデックスも昨日は下落しました。まあ、その後戻りましたけどね。で、ドル円も一時、まあ、この150円の30、出りピポットだったんで、そこ抜けた後早かったですよね。で、落ちて、まあ、これ、指標出る前だったんですけど、ニューヨーク入り際に落ちてきて、まあ、指標直後に。 安値の149円70つけた後反発ということで今日はえと150円の10がデイリりピポットなんでここがまずは抜けるかどうかこの149円の7080ですよねここがまあとりあえず今のところサポートレベルあの今日のサポイチも66なんで6570あたりがまずはサポートレベルここ抜けちゃうと前回安値の149円の20あたりが重要ですよね で、149円の26がサポ2なんで、やっぱりそこら辺、60あたりと2025あたりが重要ということで、149円維持できれば149、151ぐらいのこのレンジがまだ続くとは思うんですけど、やっぱりこれだけちょっと長期金利が落ちてくると、さすがにやっぱり上値重くなってくるのかなということで、昨日はドル売りだけど円売りっていう感じにはなりませんでしたよね。ユーロ円なんかも だらっと落ちてむしろ黒線、ね、も朝からずっと落ちてましたんで,で、ま、何回か戻る局面があったんですけどサポイチあたりが割れたとこが一応止まってる今日は、えー、63円あたりがピポット2円の5丸あたりがサポイチ、えー、3円の3号がレジ,レジ1というとこで、まあ、ポンド円なんかも重い。 ちょうどみんなピボットあたりで、えっ、ー、と、止められてますよね。うん、そこがどうなるかというところですね。えー、っと、5ドル円、ニュージーエン、まあ、いずれも弱い。で、うん、金が強かったですよね。やっぱり、金利が低下することによって、まあ、金とかビットコインも、 一時1000万円を超えましたというところで、まあ、その後100万円ぐらい落ちてた、落ちるわけなんですけど、史、ま、上、あ、最高値というところでしたね。強かったですね。うん、で、ナスダック、まあ、これ、ナスダック総合指数はこちらになるんですけど、 直近の上昇ししたた分を丸々下げちゃいましたよねこのやっぱり1万5850付近ここの22日の安値付近が今かろうじて昨日はサポートされたんですけどここギャップ開けて上がってるんでギャップの上限まで試しましたよねでここやっぱり抜けちゃうとギャップの下限が1万5600ポイントぐらいになるんでちょっと微妙なところに。 ダウも似たような形で昨日ドスンと落ちて SP500 もまあ SP500 も直近の直近上げたところをまあ潰しにいってるという感じがしますで日経平均日経平均700円ぐらいまで落ちたんですけどさあ今日はどうなるかというところですよね うん金曜日、S q なんでね、ここ1月、2月と S q 当日も高いですから、ちょっとなかなか売るのも厳しいところなんですけど、ちょっとさすがに上の重いかなという感じはしますね。はいということで、まあ今日はまずは東京時間、株価の動きが見たいところ、で今日も結構、指標はありますよねお、えーと、オーストラリア、えー GDP ありますし、小売売上高。あとは、英国が予算演説がありますよね。ここをちょっと減税とかそういうことも含めて、ここでちょっとポンド動くかもしれませんね。7時ぐらいから始まるのかな。で、えっと、米国は ADP、民間雇用者数。あと、カナダ中銀が政策金利発表。あとは 24時からパウエルさんの議会証言があるんで、ここら辺が一番ポイントになるかなと。あと、一応、ジョルト、求人数も出ますよね。で、やはりマーケットはパウエルさんの議会議証言、あるいは明日朝あさってですね、あさっての雇用統計を前にして、 ちょっとリグイが出たかなっていうところだと思うんですよね、株。これがちょっと長続きするのかどうかをちょっと見極めたいところかと思います。はいでまあ、ドル売りでも円売りにならなかった機能はやっぱり黒線を含めて円高なんでそっちの流れに行くのかどうかというところを見極めたいかなと思います。はい ということで、この動画、良ければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、サロンを始めまして、概要欄貼っときますので、もしご興味あれば覗いてみてください。1ヶ月間無料特典ありますので、もし良くないと思ったらやめていただいて結構なんで、まあ、その場合、1ヶ月間丸々見れて無料なんで、まあお得かなというふうに思います。あと、今日もちょっとライブ、 そうですねまた何時にしようかなと今まだちょっと考え中なんですが、まあ、パイウェルスさんの議会証言あたりに合わせて、えー、やりたいと思いますのでもしお時間あれば、えー、ライブ遊びに来てください,、はい。今日はちょっと昼まで雨降るみたいなんですけど、あのー、昼の後あと、のー、雨は止むのかなで寒いですけどね皆さん頑張っていってらっしゃい